久し国寺は愛知県名古屋市北区大杉三丁目にある総統州の寺院。三号は県庁山。岡本太郎作の盆章があることで知られる。慶長年間に松平家の菩提寺である宝蔵寺から徳川家康の守護物をもらい受けた長国森守が楠山久し国寺を創建。1662年には安城長森和尚が現在地に移設し、 これをもって、名古屋城の鬼を除けとした。3号の店長さんとはこの時、本丸の店長法の名を借り改めたものである。境内の一角には、芸術家の岡本太郎が1965年に制作した盆栄、歓喜の鐘が設置されている。これは、当時、住職が知人から岡本太郎を紹介してもらい、制作を依頼したものである。なお、この盆栄には、 小型の試作品が5体制作されており、うち1体は岡本太郎記念館に設置されている。また、信仰のあった石原慎太郎にも1体送られている。境内にはこのほか太平洋戦争の戦没者の慰霊のために混立された浅野将軍作の五国観音像がある。例状としては、昭和30年頃には名古屋市観光協会の講演を受け、 大名古屋十二市の恵み当時として、寝年の守り本尊である、観世音菩薩の霊場になった。ウィキメディアコモンズには、久しごく寺に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。